どうもこんにちは、ゆきちがです。今日もペナントをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、皆様どうしましょうか。今日は誰を取りましょうか。誰をどのように取りましょうか。横川クイックエフ、まあ、クイックエフなら言うてありな気がするんだよね。カーブマックス、クイックエフ、高速スラ、ナックルカーブ。あ、村山さんおるよ。これ取ればエース、これ取ればエースを取れるよ。エース欲しいな。俺、ね、発掘力エースが欲しかったんだよね。あの、溝口いいね。溝の口かもしんない。溝の口。なんか、決まるそう。ごめんなさい。シミーズ良さそう。なんか、和田さんの匂いがするね。めっちゃ和田さん。感覚めっちゃ和田さん。右投げのアンダースローだって。レイクだったわ。まあ。普通ぐらいかな。豊作まではいかないね。大豊作まではいかないけど、普通に当たりの回。上本当たりだね。なんか、普通だな。なんか、普通すぎてつまらんな。ちょっと飛ばせよ。タタタタタタンと。なんか、でも良さそうな選手いたら見るけど。あんまりだね。キャッチャーいい。あ、ポンちゃんいるじゃん、ポンちゃん。いやー、これは、セカンド取りに行くか。三森さんを外野に回したいんだよね。結局、今。外野が弱すぎて、うち。本田選手取りに行くのありだぜ。ポンちゃん取りに行こうか。2番手キャッチャーで赤石いたらめっちゃ強そう。肩だけは強いじゃん、あいつみたいな。ロケットバズーカとか言われてそう。赤井のこの特能確定陣もなかなか素晴らしいんだけど、まあ、取るなら赤井さんはあれだね。赤井さんわけだね。よし、ポンちゃん行こう。ポンちゃん。はい。本田さん。競合した。真ん中。これで取れるよ。46。ゲット、やったー。ふぅ、村山さんしかも単独じゃん。村山単独か。単独か。いいな。なんか羨ましいな。単独か。欲しかったな。欲しかったな。なんかいねえな。欲しかったな、上本。まあ、さすがにこの順位だもんね。ピッチャーは余ってねえよな。3位あたりで欲しいね、この選手。3位じゃない、4位で。じゃあ言うてても他にはなんか欲しい選手がおらんだよな今回。不作すぎ。まあ泉じゃないよな。でもまあ一回泉でこれか。泉ピッチャー取ります。コントロール高い人。深瀬じゃない。まあ木下行こうからの、藤崎でも良さそうだけどな。藤崎にしようか。藤崎で野手で良さそうな人いればもらう。行く。なんかさっきめっちゃ得のあった人なかった。特能マンみたいな。特能マン、ザ特能マンいないかな。さっき見た。あー、この子赤い取ります。赤い。以上。はあ、いいね。なんか楽しいね。このぐらいのドラフトが一番楽しいのよね、実際。で、帰国選手交渉でございます。近本さんなんか最近すごいね、センターの守備も上手いっていうのは相変わらずなんだけど、なんかそれ以外のところがすっごいなって私思ってます。はい。どうで、見ていかなきゃいけないのが、ルーキーです。いや、ポンちゃん取れたのマジでけえよ。速攻留学行かせようかな。本田さん、はい、本田さんです。はい、もう知ってます。泉は、まあ、どんな感じになるかとね。来ました。逃げ球確定ですね。藤崎。あ、一発待ち。交換して。赤い。三振とかついてないといいね、実際。そのぐらいでございますね。ポスティング講習。ありません。誰も行かないの、ここがメジャー。悲しいね。だから、毎年行ってるわけでもないもんね、実際。そうか。実際別に毎年行ってるわけでもないから、普通か。FA 交渉飛ばしまーす。俺たちの FA だけ、やっていきましょう。お願いします。さあ、俺たちの FA でございまーす。言うて、なんか、特の要因になる人がいねえな。あ、今中さんかな。オッケー、今中さん取ります。あとはなんか、一人だけ取れれば美味しいなと思ったんだけど。
村越首切っちゃったんだよね。ごめん。なんか村越ぐらいだったら誰でもいけるかなと思って。あー、アルダートン、アルダートンめっちゃ好き。まあこんぐらいか、でも。あんまりちょっともだしね。こんぐらいでいきましょう。少数精鋭でいきます。いや、ホークスからの選手、誰も言ってないんだけど。まあ、投げる、様、今永さん取れたし、投げる哲学者だっけ？取れたし、いいね。留学選択は、まあ、アメリカです。一択です。はい、アメリカです。まあ、行かせるなら、久保田と、ポンちゃんがね、この二人行かせます。行ってらっしゃいませ。確定なし。年間表彰式です。三森さん、雨宮、岩原がベストナイン。三河、三森、雨宮、岩原がゴールデングラブ。毎年恒例です。どうも。いや、じゃあ村山さん取っとけよかったかな。しくったな。ちょっとミスったかもしんねえ。ミスったわ。ちなみに今年2位でした。はい。行きましょう。大津さん、3.39、10勝が入った。2.66 受賞、はい、風間さん。ようやく確定しましたね。まずさ、4.44、7勝10敗。木下、4.16、5勝2敗。2.87、12勝5敗。4.94、0勝6敗。だから、先発3本柱は安定してるね、本当に。この3人。松田さんと、まあ、あと、木下、この3人は全然入れ替えれる。日置、2.43。富樫、4.56。中条、2.50。高沢4.58、百瀬2.15、山田4.86、積もり2.20で、岡田さん3.38。まあ正直いいんだよね、打線は。三河2.08、2割8分。ここがちょっとね悲しいね。三森さん2割5分4厘16本、岩原さん3割3分2厘。全体的に下がってんだよね。2割9分6厘34本、3割1分3厘12本、2割9分6厘13本、2割6分9厘11本、2割4分1厘14本、2割4分5厘11本。みんながもうちょっと打ってくれればいいと思うんだよね。まあ来年ピッチャーかなー、先発欲しいっちゃ欲しいかなっていう気はしますね、個人的に。こんな感じでまた皆様次回のところでお会いしましょう。またね、バイバイ。誰にどうにしようかな。パームボール、かっこいいからね。パームボールでまあ、いいやつか。アンパイだね。よし、まだね、バイバーイ。バイバーイ。